佐藤治12月5日から1974年2月4日は日本の海軍軍人。最終階級は海軍少将。日本海軍の中華民国専門家である。旧政府古川、艦長を務めた津島横浜市出身。本籍は青森県にあった。横浜市中を経て海軍兵学校に主席入校。1907年卒業。 赤字は172人中26番。佐藤は海兵35期の一人である。1913年12月大位へ進級し、薩摩文隊長。翌年海軍大学校専修学生を修了し、公開科専攻士官となる。佐藤は六艦で公海長を務めた。1919年、海大公主学生に入校。海大同期に草勝富一。 小沢治三郎がいる。1922年法官伏見艦長となる。その後は、第一県外艦隊参謀、軍令部参謀、軍令部参謀兼第一県外艦隊司令部府、軍令部参謀と参謀勤務が多く、長戸副長を経て、1928年12月大佐へ、進級。第二県外艦隊所属の津島艦長に補いされ、 国士警備に従事した。翌年には、軍令部に戻り、三藩六課長として、中華民国情報の責任者となる。なお、満州事変勃発に伴い、六課は中華民国専門となり、七課、八課が分離したため、一時三つの課長職を兼務している。事変後に軍令部次長の百武言語が、満州視察を行った際は同行した。 1932年12月、中華民国公使館副部官となり、緊張状態にある日中間の調整にあたる。在任中に、少々へ昇進し、同職を4年務めた。1937年12月、予備役編入。日本くず鉄統制株式会社の常務を務めていたが、1943年10月に、重院召集を受け、北京在勤部官として、再び、 中国での活動に従事。招集解除は1946年12月であった。地商会会員。佐藤は津田静江、塚彦次郎らと同様日本海軍が要請した中国問題の専門家であった。海軍における中国専門家は暴流であったが、佐藤は海外公所出身という珍しい存在である。少佐時代から中華民国関連の職務にあり、 中華民国要人の地域も多かったが、津島環境時代には、海賊の頭目と称された人物を訪問するなど、様々な階層とつながりがあった。佐藤は、小解析の信頼を得ており、予備役編入の際は、日本海軍の軍人として、ただ一人、中華民国最高勲章を授与された。AB、海軍兵学校演革、明治37年11月18日。 日本陸海軍総合辞典262ページ、石井み編著、移植の提督、百武言語移植の提督、百武言語観光会、1979年。257ページ、大衆人事録東京編、佐藤サム、海軍と、日本90ページ、海軍、黒潮物語18ページ、日本陸海軍総合辞典634ページ。 日本陸海軍総合辞典、主要陸海軍人の履歴、栗田武雄、佐藤治む、官報第451号、除任及び、事例1914年1月31日。ありがとうございます。